強い太陽が照りつけキラキラと光る宜野湾の海です。今日は名護から車でおよそ1時間ベイスターズの本拠地で練習試合です。この海のようにキラリと光るバッティングを見せる選手は誰でしょうか。 DeNA と対戦したファイターズは先発ローテーションの座を争う沖縄出身の上原健太が猛アピール。テンポのいい投球で3回を無安打無四球無失点、新庄監督も絶賛のピッチングを見せます。無四球だけを考えて投げてました。スタートからローテーションに入って最後まで守り抜くことができれば、去年以上には勝ちに貢献できるんじゃないかと思うので、そのつもりでやってます。打線は新外国人俊足のスティーブンソンが来日初ヒットを放つと、ランナー1、2塁のチャンスで2シーズン前の首位打者松本剛。センター前へのタイムリーで先制。さらに侍ジャパンに選出された4番万波中正。三遊間ゴロ、抜けましたレフト前ヒット。二塁ランナーも三塁蹴ってホームに帰ってきます。4番に座りしっかりと結果を残しました。今日の内容に関しては、あんまり良くはないと思ってるので、強い打球長打打ちたいようなボールだったので、そこはやっぱりまだまだだなっていうふうに、思いますね。さらにキャッチャーで途中出場のドラフト2ルーキー新藤優也は守備で見せます。ランナーを一塁に置いた場面、ランナースタート、新藤を取って二塁へ送球、ショートが取ってタッチ、悠々アウト。今日も新藤の強肩炸裂です。開幕スタメンへ猛アピールを見せました。今の目標はやっぱ開幕1軍で、スタートするっていうのが目標なので、まだまだこうアピールしていきたいなと思いますし、結果に満足せずにどんどんこうレベルアップしていきたいなと思います。